術千一夜。お話は本間千代子さんと初見義明さんです。皆様こんにちは、本間千代子です。おかわりございませんか。今日の忍術千一夜、先週に引き続きまして、忍者に必要な武道についてお話伺いましょうね。お話はもう皆様おなじみの初見義明先生です。こんにちは。今日は、武芸十八般中のですね、剣法についてお話しましょうね。前回にもお話しましたですけれどもね、刀はね、忍者の刀は中が短いんです。っていうのはね、狭いところでも敵と戦えるっていうことですね。それからこの鞘がもうこれが短いけら空いてるわけですね、中が。そうするとこの中に目つぶしをたくさん入れられるわけですね。で、敵がパッと来た時にこれをバーンと振りかけて、それでもってサッと切り込んだりして逃げるということもできるわけですね。それから、この頃ですね、そのいろいろな映画や何かでですね、忍者が片手でもってね、こういうふうにこう切るような所作がありますね。本当はね、ああいうことはできないんです。昔はね、ちゃんと両手でもってこう構えましてね、一の構えって大きく構えるんです。忍者の刀は短いですからね。そして相手の体にぶつかるようにして押して切っていくわけですね。それで突く、払うというのが、まあ、昔の剣法の腰なんです。それでですね、忍者の剣法はね、人を斬るためのばかりのものじゃないんですよね。その敵から避けると逃げるという剣法ですから、ですから必然的に違ってくるわけですね。そのためにはその強い、剣客にはですね、目つぶしとかですね、それから手剣とか、それから毒引き針でもって相手の体を痺れさせたりしてですね、そしてその目的を達成すると、あるいは逃げるということが、まあ、目的なんです。あ、失礼が出ましたね。こういうふうにね、いろいろな技を使ったわけですね。なんかすごいですね。ええ、随分激しいですね。先生、どうもありがとうございました。それでは皆さん、ごきげんよう。さようなら。